これ一列何番分あるんだろう、一列でおよそ、すごいね、30万3000本あるそうです。すごいね。これが向こう入れたら、向こうの畑入れたら、あ、何ヘクタール？一応作付けの面積だけで言ったら、うん、まあ、大体ちょうど1丁ぐらいじゃないですか。1丁分ある。はあ、1丁分あるっていうことは、狭いになりますか。ありがとうございます。参考になります。私は家庭菜園で遊んでますけれども、隣の先生の、あの人先生、師匠なんですよ。なかなか思いにいきません。そうですか。また来る機会だってするよね。久保、小橋機械、これは。小橋っていうメーカーです。メーカーの機械。あー、すごいね。キャタピラのネギ専用でした。一丁分やってる。3000本。うわー、すごいね。一丁分のネギ。今、一本が、150円とか、結構高いですよね。すごいね。ごったんでした。100メーター3000本だってさ。何が？あそこ。ネギ屋さん。今日は12月25日。最高です。やかましいな、もう。お前に関係ねえだろうね、この野郎。これしてる。いやー。切り干し大根です。お前、黒豆もらうんじゃないの？黒豆。黒豆。まだ干してない。じゃあ、近い、そのうち。うわ、なんでこんな甘いの？ネギ、これだけもらいました。10本、20本、30本、40本、50本、100本じゃ効かないね。150本ぐらいあるね。10本、20本、30本、40本、50本、60本。あ、150本ぐらいだね。なんでこんな甘いの？いやー、すごい。ネギ、ネギ畑です。うわー、太いネギ。この田んぼ、あ、ネギ畑は、見渡す限りのネギです。一列に大体1000本あるそうです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、こっちが15列。向こうも20列以上ありますね。大量です。まあ甘いこと。それこそ糖度いくつだろう。はい、持ってくよ。いいよ、そんな欲張らなきゃ。おい、おい。なんだこれ、うなっちゃうのぞ。うなっちゃうんだって。って言ってよく書いたってあれだけど。でも娘たちあげられるね。そう。ほら、こうやってサラサラにしたのを入れるんだっていうの。うるせえな、黙ってろ。生きた。やかましい。じゃダメなんだっつってんのにさ、うるせえぞ、お前は。1列、2列、3列、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14列ありました。右だよ。